よさん。どうした？世界旅行に行きたい。世界一周旅行に行きたい。じゃあ行ってきな。えのか。うん、何日かかるか知らんけど。家事頼むで。任せとき。ちょっと行ってきますわ。携帯持って。銀座にやってまいりました。こちらは銀座の無印はすごく大きくてないものがないんじゃないってぐらいたくさんの人もいるので、ちょっと世界旅行してきちゃうよ、胃袋で。じゃあお店の中は撮影禁止なので、またお家で購入品開封します。行ってきます。大満足のお買い物です。じゃあお家に帰って開封したいと思います。ただいまー。ということで買ってまいりました。無印良品で胃袋で世界一周ということでですね、もうたんまりと買ってまいりましたよ。そう、無印良品は本当に世界のおやつや、それだけではなく食べ物だったりとか、たくさんの冷凍食品、あとパウチのレトルトになっているものなどなど、本当に胃袋で世界旅行ができるんです。今日は私が美味しそうだなと思ったおやつや食べ物たち、そして無印良品の銀座店、あの大きな銀座店に行ってきたので、限定店舗で売られている冷凍食品なんかもご紹介していこうと思います。ということで皆さん、ドブリットの準備はよろしいですか？ Passenger, have you fastened your seat belt? はい、じゃあテイクオフ。はい、じゃあ早速ね、たくさん買ってきたんですけれども、まず、なんかさ、知ってました？9月から無印良品のこの紙袋10円になってました。1枚だけね、袋が足りなかったのでもらってきました。どんだけ買ったんって話なんですが、じゃあまずね、私の大好きな国から攻めていこうと思います。じゃあまずは13時間日本からバビュンと飛びまして、アメリカ、ニューヨーク、じゃじゃーん、チーズケーキです。このチーズケーキ、この細い形状のものたちがたくさんあるんですけれども、バームクーヘンだったりスコーンだったりケーキだったり、本当に食べやすく持ち運びやすく、実際の旅行でも私よく持って行っているんですけれども、まあ、アメリカチーズケーキ、ニューヨークチーズケーキですね。はい、じゃあ1、じゃあその流れでドイツに飛んでいこうと思います。ででーん、バームクーヘン。このマロンバームは秋限定、季節限定のものを買ってきました。他にも宇治抹茶バウム、日本とドイツのコラボと、これちょっとバズってましたね、発酵バターバウム、すごく美味しそうと思って買ってきてしまいました。ちなみにこのバウムとか、チーズケーキは全てなんと、これどれを選んでも150円なんです。すごくお手頃ですよね。で、その上この150円のやつを一箱みたいな、箱がね無料でいただけるんですけど、それに詰めて手土産みたいに持っていくこともできるので、まあ、個人的にはよく使ってます。ドイツからお隣フランスに行きます。フランスといえばサブレ、こちらサブレシトロン、レモンの風味の、サブレを買ってみました。これすごく美味しそうというか、なんかで読んでね気になってたんですよ。オフランスはそれこそサブレであったりとか、ブールドネージュっていうサクサクっとしたお菓子なんかも無印にはあって、フランスのエスプリを感じられる、そんな美味しいおやつがたくさん揃ってます。南仏を経てイタリアに入ります。じゃあイタリア旅行といえばパスタ、その中でもこちらです、イカスミ。このね、イカスミスパゲッティ、私実は初めてイタリアで食べて、それの美味しさに感動してですね、イカスミ大好きなんですけど、無印良品でも見かけたので買ってみました。どうかな、ボーノかな、こんな真っ黒だからさ、本当に食べず嫌いだったんですけど、ただただすごいトマトの味で美味しいですよね、イカスミね。じゃあイタリアからちょっと今度はバビュンと飛んでグレートブリテン州王国に行きます。一つ目、スコットランドのショートブレッドです。初
8分の6拍子の音楽が特徴的な無印良品ですけれども、これはね、本当アイルランドとかスコットランドとか の民族音楽をふんだんに使われているんですよ、無印良品実は。ご存知したかという、あの音大卒業のもので、いきなり何が始まったんだって話なんですけど、そう、そのスコットランド、ね、バグパイプとかさ、やっぱああいう8分の6拍子の音楽には欠かせない楽器のスコットランドですけれども、このさ、ショートブレードサクサクホロホロしていてとっても美味しいです。プレーンのもあるんですけど、今回はココアを買ってまいりました。でこちらのなんかちょっとこういう可愛い系のお菓子たちは190円とか290円とかで世界のおやつを楽しむことができます。さあさあ、じゃあスコットランドのお隣さん、大きな大きなイギリスに行きたいと思います。イギリスといえばアフタヌーンティー、私はもうアフタヌーンティーが大好きなんですけども、無印良品でも見つけてしまいました。季節にぴったりな秋のスコーンたち、マロン、かぼちゃ、さつまいも、すごいですね、3点揃いといった感じなんですけれども、こんなにね季節を感じられるスコーン、これも全て150円になっています。で、それぞれあのかぼちゃやマロンにこんな感じでね、あの破片もついていて、とっても見た目からキュートですね。はい、じゃあイギリスからまたまたバビュンとエアリンガスやラインエアに乗って海を渡ります。スペインに遊びに行きましょう。スペインはででーん、ロールケーキです。今回は栗のロールケーキ390円でずっしりと4つも入っています。1つ100円もしないなんてすごくコスパがいいですね。個包装になっている感じなので、一つ一つお皿に出して、お友達が来た時とか来客の時とかに出してもいいななんて思いますけれども、ロールケーキ、こちらも季節限定の栗のロールケーキを買ってきたんですが、スペインってご存知でしたか？私ロールケーキスペインって知らなくて、調べてみたらスペインのカスティーリャ地方にジプシーの腕、ブラゾデジターノと呼ばれるお菓子があり、これがロールケーキの祖となったとのことなんですよ。意外だよね、へーと思いました。こちらスペインです。ということで、ほとんどヨーロッパになってしまったんですけど、だお菓子のほとんどってさ、ヨーロッパでできたんだなってことがよくわかりました。じゃあスペイン楽しかったな、アディオスアミゴ。お次は北欧に行きましょう。北欧といえばフィンランド、シナモンロールです。カモミ食堂というね、もたいまさこさんが出てらっしゃる、あの映画、ゆるりとしたあの映画、私大好きなんですけれども、そのフィンランドの有名なおやつですね、シナモンロール、パン屋さんで見つけたら絶対に買っちゃうレベルで、私シナモンロール大好きなんですけど、カルディのシナモンロールだったりとか、あとはスタバのシナモンロール、ちょっとあの硬いサクッとしたやつね、もう美味しいですけど、無印のやつは初めて食べます。どんなんなんだろう、とっても楽しみ。化学調味料、合成着色料、不使用と書いてありますね。シナモンロールでティータイムしてみた。このツヤツヤの上にかかっている甘いソースが本当に美味しそう。いただきます。おー、シナモンたっぷり、いい香りすぎる。いただきます。おいしい。あのふわふわ系のシナモンロールですね。私1分20秒ぐらい600ワットで温めたんですけど、そのくらいの方がちょうどいいかも。ふわふわしてていい香りですっごく美味しいです。もうこれはマジでおすすめ、皆さん買いましょう。はい、私も絶対リピ買いします。うまい、これ。はぁ、絶対北欧行きたいな、今年こそ。北欧からどんどんユーラシア大陸、アジアに戻ってまいります。次はデデン、ロシア。ロシアのビーフストロガノフ買ってまいりました。これはね、本当に超超超楽しみにしているんですけど、牛肉と玉ねぎ、マッシュルームを香味野菜の旨みを生かしたソースで煮込みました。クリーミーでまろやかな風味に仕上げるロシアの郷土料理がお手本ですとのことで、とっても楽しみ。ほんと湯煎するだけなんだって、これ。湯煎するだけで食べられるそうです。ロシアの郷土料理の、スープなのかな、こんなものまであるんですよ。しかもこちらは、パウチで温めるだけなんですけど、1人前390円です。なので、ちょっとコスパがいいか悪いかといったらあれだけど、お外に食べに行くよりははるかに安いですねっていう感じですね。はい、そしてロシアの後は韓国に行きましょう。
カムサハムニダー、キンパでーす。これさ、超超バズってテレビとかね、ツイッターとかのめっちゃ出てまして、このキンパのヤンニョムチキンというのが先行発売されていました。なので全部のお店でまだ出てないと思うんですけど、普通のね、よくあるキンパではなくヤンニョムチキンです。ちょっと甘辛いチキンですよ。チキンにチーズと一緒に巻きました。だそうですよ。コチュジャンの効いた甘辛いタレで、蒸し鶏を味付けし、チーズと一緒に巻きました。手軽に食べられるようあらかじめカットしました。どうもありがとう。なんとこれ電子レンジでチンするだけで食べられる、そんなキンパなんですけれども、美味しそう。もうこの文字見ただけで絶対美味しい確定って感じですね。しかもね、先行販売できたら買わないわけにはいかないでしょう。キンパヤンニョムチキンチンしてみた。はい、こんな感じで。チキンと卵とお野菜とチーズかな、すごい豪華ですね。これが全部で8個入ってます。いただきます。うまい。初めて無印のその大人気キンパを食べたんですけど、このヤンニョムチキンはちょっとピリ辛だけど、なんか甘めの感じの味がして、チーズと卵のこっくり感とそのお肉のなんか甘辛い感じがめっちゃ口の中で一気にブワって広がるのがすごいシンプルに美味しい。あと多分ほうれん草かな、なんかナムルみたいなやつが一緒に入ってて、それまたすごいいい仕事をしてて、一口で一気にビビンバみたいなのを食べてる気分になりました。これは美味しい。胃袋渡韓完了しました。はい、ということですごいぞ、目の前が食べ物だらけになってきました。はい、最後にこれは私のご利用しなんですけど、ぜひ胃袋で世界旅行、締めはここで行かせてください。私の大好きなアメリカ・ニューヨークから始まった今回のさよ旅胃袋世界旅行編、はい、最後の締めも私の大好きな国で締めさせていただきます。そう、マレーシアのカリアヤムです。ご存知ですか？これは辛いのが苦手すぎる方には辛いんですけど、マレーシアのカレーです。まろやかさと辛さが特徴のマレーシアの煮込み料理です。ココナッツクリームにトマトの酸味を合わせ、さっぱりとした味わいに仕上げました。とのことで、私マレーシアが大好きなんですよ。クアラルンプールに住みたい勢いで大好きなんですけれど、そこの食べ物カリアヤム、初めてホテルの朝食かなんかでカリアヤムを食べて美味しすぎると思って、なんかインドのカレーとかタイのグリーンカレーとかそういうのともまたちょっと風味が違くて、甘いさっぱりだけどちょっと辛くて美味しいみたいな感じなんですよ。もう騙されたと思ってぜひ食べていただきたい。そしてこちらのカリアヤム、無印さんすごいと思ったのは、マレーシアってほとんどの人がイスラム教なんですね。でこちらハラール認証もされているんですね。ハラール認証っていうのはお祈りを捧げたお肉だったり、まあ、豚じゃないので今回の場合は鶏かな、そう、お祈りを捧げられたスパイス、お肉、お野菜などなど、そういうものを満たしたもので作られたものじゃないと食べられないんですって、イスラム教の方々って。でそのハラール認証っていうのがちゃんとされているので、現地の人でも安心して食べられるという、すごいよね。そんなところにまでオマージュ、敬意を払ってその土地の食べ物を作っているんだと思って、とっても感心というか感動しました。すごいなと思いました。はい、ということでですね、胃袋で世界旅行こんな感じでお届けいたしました。ちょっと最後にこちら世界旅行ということなので地図に並べてみようと思います。じゃん、こんな感じで日本を出発して、まずはアメリカ、ニューヨークチーズケーキ、そして大西洋を横断してショートブレッド、スコットランド、イギリスのスコーン、フランスのサブレ、スペインのロールケーキ、ドイツのバームクーヘンときまして、こちらはイタリアです。イタリアのイカスミのパスタ、北欧に行きます。フィンランドのシナモンロール、そしてロシアのビーフストロガノフ、そこからの絶対直行便飛んでないけどマレーシア、カリアヤム、最後に韓国のキンパでお口直しをしまして
日本のたけのこご飯でホットふるさとを感じます。はい、ということで皆さん最後までご覧いただきありがとうございました。それ斬新すぎるとか、これ食べてみたいとか、面白かったよと思ってくださった方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。他にも、たくさんのビデオ、国内外実際に私が旅行しているさよ旅の動画も上がってますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ、アディオース、オルボワー。